硝酸銅水溶液に水酸化ナトリウム水溶液を加えます。まず少量を加えたときに沈殿が生じますけども、青白色沈殿ですね。これは水酸化銅2の沈殿です。さらに水酸化ナトリウムを多量に加えると、まあ、沈殿の量が増えるだけで変わりませんね。ゼリー状の水酸化銅2の沈殿が生じました。青白色沈殿ですね。